漫画技術研究会新刊バトル班。この番組は漫画技術研究会の活動の一環で毎週一本新刊を選び、どちらがその中から技術を学べたか戦う配信です。はい、鏡京介です。はい、後藤です。お願いします。はい、作品は何ですか？はい、でん、でん。まとめ文芸、ハッカソンです。はい。山田シータ先生。山田シータ先生。はい。見てる？山田シータ先生とはだいぶお付き合い長いんじゃないかな。あ、そうなの？もう何年経つかな？もう4、5年前からのお付き合いなんではないでしょうかね。もう、お話いろいろしてる。じゃあずっと漫画を描かれてた、ね、うん、そうそうそう、うん、結構ね、いい漫画いろいろいろんな、いやもうその集大成ですよ、うん、いろんな作品、しかもね本人もねいい感じの人なんだ。へえ、そう。え、この著者禁煙闇の感じなんですか？うわ、ん、そうこんな感じの写真を載せるような人、面白いなぁ。文豪かよすごい。栃木大学に入学した女の子がいて、順を正すとこの子はですね、作家の登竜門である早稲田大学文化構想学部を受験し、落ちて栃木大学の芸術学部文芸学科に入学して、そこで寮住まいをすると。で、寮の中には同じくこう文芸志望の文芸学科の先輩たちがいて、SF 系の先輩とかミステリー系の先輩とかいて、で、あと、この大学には、文芸ハッカソンといって、5人チームで、1日で5万字の小説を書くっていう、作品を書くっていう大会のようなものがある。で、そこに、すでにデビュー済みの新入生のことが来て、じゃあ対決だみたいな。こっちは3人がかりで1万字書くんで、お前は1人で1万字書けみたいな、そういうバトル展開ですね。面白かったよね。分岐があったりとかするんですよ、ストーリーの流れで。どの分岐を選ぶとどうなるみたいな、そういう小説とかも昔ありましたよね。原文ですね。っていう手法も取り入れられたりして。取り入れないですか？違いますけどね。そういうギャグなんですけど。そういうギャグなんですけどね。主人公ちゃんが、この学校はその文芸が盛んなんで、いろんな文芸部があると。ジャンルごとに。ミステリー研とか、ハードボイルド研究会とかね。で、どこに入ればいいのかなって言った時に、先輩が本を16冊ぐらいパッと示して、で、あなたも一緒に考えてみよう。この本が好きな人は何々部だって言うんだけど、全部、ミステリー研とかね、全部 SF 研につながるっていう。そうなっちゃう。すごい面白かったところ。こんな構造の漫画あるんだと。まあ一瞬分岐仕掛けるというところまでね。これあれだよね。鏡先生若干有利なネタだよね。そんなことないよ。そんなことない。文芸って書いてある。まあ多少は有利なのかな。でもこれ、創作論だから、後藤先生も有利じゃない、むしろ。創作論教えてる人じゃん。お互いの押し付け合い。さあ、じゃあどうなの？はい。じゃあいきなり先行いこっか。よし。さて。さて。そろそろですね。俺はこの問題ですね、本格的に着手した方がいいと思ってまして。なんだなんだなんだ。主人公に動機必要なのか問題ですよ。ストーリー作る上でですね、主人公の動機はですね、非常に重要なものだと書いてて、主人公の動機に感情移入し、動機があるから物語が動き、動機をベースに僕たちは物語を追っていくんですが、乙女文芸ハッカソンもそうなんですけど、動機が希薄な作品がやっぱりあるんですよね。なるほど。で、成り立ってる、しかも。今回の主人公ちゃんは、作家になりたいという、ふわっとした願望はあるんだけど、結構消去法的な感じで、お母さんはすごい頑張ってるけど、専業主婦やってたのに、親父が死んで、復職せざるを得なくなったりとか、と思ったら今度はおじいちゃんが死んで、介護のために退職せざるを得なくなったとか、そういうのを見てて、なんか、こう、打ち込むみたいなことがあんまり、ぼやけて、なんとなく作家みたいな、非常に曖昧な動機でも成り立って、そんな曖昧な動機、作家になりたい子が作家になるための、あの女の子たちの間に混じって物語に成り立っている。ちゃんと読ませている。で、以前ですね、モーニングの天地創造デザイン部、これも主人公の動機が非常に薄い漫画として、俺たちは注目したわけじゃないですか。で、その主人公に仮に強い動機を持たせてみるみたいな実験もしたじゃないですか。はい、そしたら、これはこれで成り立つけど、別の漫画になっちゃうなっていう。そうですね。乙女文芸ハッカソンも多分そうなんですよ。多分何らか強い動機を持たせてストーリー性を生み出すとこの漫画にならないんですよ。で、
少なくとも2つに共通して言えることは、何かを作る過程自体が面白い作品は主人公の動機が薄くてもいいんじゃないか、かつ周りが引っ張っていくリードしていく立場であれば、周りの人たちがリードして一緒に何かを作っていく、その何かを作る過程を楽しませることをメインとした漫画は主人公の動機が薄くても成り立つ可能性がある、強くても成り立つ可能性がある。いろいろ混ぜ込んできた。いやどういう作品を作るかですよ。なるほど、うん、必ずしも強い動機がなくても成り立つ可能性がある。なるほど。で、俺たちはその状況で、うん、じゃあ主人公の強い動機を追っていかずに何を持ってこの作品を読んでるのかというと、多分大抵の人って創作をしたことがないと思うので、そういう人にとってはすごく情報が新しい、知らない世界なんじゃないかと。そこに吸引力があるのではないか。僕たちは結構なんだかんだ慣れてるんで、ああそうだよねみたいな感じで読みますけど、多分知らない、全くやったことない人なら何もかもが新しいことなんじゃないかと。あとチームでライティングするっていうですね、このシステムも多分普通の人からするとだいぶびっくりするような、うん、創作みんな一人でやるものだと大体思ってると思うんで、うん、ちなみにこの5人チームで1日で5万字書くっていう大会は実際はないらしい。おー、俺がツイッターで、うん、最近こんな取り組みがあるんだすごいなってバカみたいなこと言ったら、山田椎太先生からすいませんそこフィクションです面白いっていうのがね、第1話の時にあった。まとめると何かを作る過程自体がエンタメ、メインのエンタメ要素である作品で、かつ主人公ではなく周りがリードしていく、作り方をリードしていく作品だと主人公の動機は薄くてもいいんじゃないか、うん、強くすると成り立つ、それはそれ成り立つけど多分別の読み味の漫画になる。ではどうぞ。よし、今回は僕後半でよかったな。僕ずっと最近主人公の動機とか感情について考えてるんですけど、はい、そもそも感情っていうのはどうも2種類あるなっていう、本当は3種類どうもあるなっていうことに最近よく気づきつつあってですね、うん、それは何かっていうと、人間の感情っていうのは感情を急に語り出す、これね結構確信だと思うんですけど、まず2種類、そもそも興味と共感なのだと、うん、でこの動機っていう部分ね、このそこをするんだっていう部分も、今までこれはそれをしっかり作った方がいいって言ってたのは、どうも共感の部分でね、うん、作っていくということのことをみんな言ってたんだけど、もう一個興味っていう方向で作るっていうのも動機としてあり得るんだなって僕は最近思いつつあって、うん、でこれの大事だったことは、その大会に挑むっていう時に、この大会ハッカソンってどんなんだろう見たいっていう興味の方だよね。でその興味の方で作るっていう方法であれば、共感での強さではなくても見せていけるのだっていうのがまず一個ポイントとしてある、うんうん、そしてこれは僕自身もね、すごいその話出る前にこれ言おうかなと思ってたのが、まずね、そもそもこの文化部系の戦いってやっぱりめちゃ難しくて、で僕もね実はすごいやろうとしてたんですよ。写真部との漫画とか来たかったから、写真甲子園とか実際あるんですよ、うん、でも写真甲子園で勝ちたいんだって言っても、それこそ共感が得られない、うん、のね、別に勝たなくていいじゃんって思っちゃうから、うん、でさらに言うと、多分僕がうまくいかなかったのはそこで興味を持たせられなかった。なぜなら写真甲子園というものはこういうものだってもうみんな知っちゃってて、だいたいそこで優勝してもこんな感じなんだろうなみたいなのがみんなもう興味も満たされてるから、そこが難しいところだったんですよ。でもこれはそこで何その大会っていうのをまさにフィクションで作り上げたっていうところがすごくて、何その大会見てみたいな、面白そうだな、どんなところなんだろうなって思わせられてる時点で、あ、こんなのあるんだと言わされてる時点でもう山田先生の勝ちで、そこが魅力的に描かれてる、興味で見たいと思わせてるっていうところがまず何より強く、そしてそれを強めていくために今ポイントだなと思うのが強い仲間ですね。これはやっぱり一個ポイントで、まずね、倒しがいのあるやつっていうのが出てくるっていうのも、これだからバトル漫画の結構王道をしっかりとってて、倒しがいのあるやつ、敵がまず現れる。そして今のこれ作品のポイントで、主人公以外にすごい強くて頼もしい仲間がいて、そいつらどうやって戦うんだろうみたいなっていう興味もある。
ね。ので興味も主体で見ていけるっていう作りになっているっていうのがこの作品のポイントだなと感じているので、結論としてはですね、共感型の動機ではなくても興味の方で作っていく作品っていうのもあり得ると。それが共感系でない動機の作り方のもう一つのポイントになりそうだ。それ興味も動機は動機なの？興味も動機だと思う。多分、うん、大会に挑みたいという大きく見ればそうなんだけど、実際そこにあるのはその大会どんなところなんだろうって見てみたいみたいな、そっち寄りの感情。その興味は、うん、主人公ちゃんの興味は、それとも読者の興味？読者かな。読者が主人公に重ねて考え感じていく感情だから、まあ近しいんだけど基本読者が感じてると思います。主人公への共感なのか、もうその全体としての興味なのかという作りあるよ。不思議なものを用意できて、それに読者が十分に興味惹かれるんなら、その周辺のキャラクター、特に主人公の感情、動機とかはそれほど強くなくてもいいってこと、そこに重ねられるな。そうです、その通りです。共感性の部分で勝ちたいみたいなものが なかったとしても、そもそもこの作品の中でハッカソンでなんかしのぎ削って、このいい奴らが戦い合ってるその場所って見たいなってもうすでに思わせられるんだったら、それでよし、そこがうまく作れてるぞと、そこ学んでほしいですね。だからそもそも魅力的な大会が描けてるということ、これが何よりだということです。じゃあ写真甲子園も優勝者は毎年死んでいるとかあるんですそうそうそう、だからそれがこの謎とか、それ動機だちゃんがいやでも実際そうです。写真甲子園っていうのが裏に本当はなんかこうそんなこと言っちゃダメだ、めっちゃいい人たちが運営してんだから、ね、そこの大会自体に興味が持てるようにできていれば僕もそこでできたかもしれない。そうなんだよね。あとやっぱりそう、本当仲間感っていうのはやっぱり大事だよね今って思ってて、それもやっぱりポイントだな。自分自身にすごいパワーがあってっていうのはあり得るんだけどね、やっぱりそれよりも強くて頼もしい仲間たちっていうことが、今の時代ストレスもないし、強い敵と戦うにあたって強力な仲間2人が一緒に守ってくれながら一緒にそいつを倒すっていいじゃないですか。その感覚もあるな。俺はそれやったら打ち切られたからなそうか。でもね、今回の確かにその先輩たちが SF 系の先輩とかミステリー系の先輩とかで属性がはっきりしてますよね。で、あの天地創造デザイン部もデザイナーごとに、先輩デザイナーごとに馬が好きな人とか性癖作るの得意とか、キャラ付けがすごい明確にされてて、主人公がいわゆるやっぱ周りがはっきりしてましたよね。あのさ、はい、この事象とか事件自体に興味惹かれるから、これで読者は大丈夫、ついてこれる、だから主人公のキャラむしろ今回弱い方がいいって言って、それ担当通じる？担当にはもうそのハッカソンはこんな感じなんですっていう、もう担当にも、あ、面白そうな大会だねそれって思わせるといいんじゃない？でそこで担当が、あ、でもやっぱ主人公同期いるよとか言って来たらどうすればいいの？そして その時の対策こそが、うるせえっつって共感で作るだけじゃねえんだと、興味で作る方法を学べっていうことが言えるようになるというのが学びなのではないかというね。これ主人公にさらに強い動機とかがあった方が売れやすいの、それともどうなの？共感と興味はどっかで逆転することもあるんだろうからな、どっかのタイミングでやっぱ絶対勝つんじゃんみたいになって、その通りだってなるのはわからないくはない展開ですよね。でも最初からは逆にもう共感できないと思うんですよ。ハッカソン絶対優勝するんじゃとか言われてもどうぞみたいな、あればいいんじゃないですかってなって、共感できないんだったらやっぱりもう興味の方に全振りしちゃった方が読みやすいんじゃないでしょうか。ジャンプのスポーツ漫画のさ、動機がないやつってさ、どうなってるんだろうね。黒子のバスケとか、なんで全国大会で優勝したいのとか。あ、そうそう、あとね、そう、それはね思ったんだけど、それあ、そうだ、言い忘れてた、よかった。それってやっぱキャラなんだなって今回思ったんですよ。文化部系とかで、黒子のバスケわかんないけど、文化部系とかのこういう文化部でのバトル展開ってあるじゃないですか。で、写真甲子園優勝したいって言ったってみんな絶対そんなことなくてどうぞ、やればってなっちゃうんだけど、みんなってのは読者、読者が、なんだけど、そこにやっぱりすごい強いキャラクター、うわこいつ面白いなっていう
ャラクターが出てきて、そいつがやっぱり敵として立ちはだかってくれたり、仲間としていてくれたりすると、もうその展開はもう見たくなるんだよな。ああ、なるほど。だから、そういう、なんか、挑むものそのものにあんま興味持たねえない場合は、強いキャラで俯瞰していくっていうのも一個あるなって思った。そう、ちょっと思ってた。黒子のバスケは、その、存在感が薄くて、うん、姿が消えるやつがどういうバスケするんだろうっていう興味で、いけたってことです。興味プラス強く強く強くやら強いキャラ。なるほどね。です。うんって言っちゃったね。いやいやこれ結構感心して感心してしまった。ああそういうこと？まあいいじゃんなんかさもう俺たちのバトルをどうこうよりもさいい知見を届けようぞ。じゃあ東大さんの読む。はい。文芸の漫画を紹介するっていうのがこの作品の独自性であり魅力であります。創作の楽しさ、辛さを読者に指南してくれます。技術的アプローチを間違えているため、技術者としてのレベルも高い。そうなんだよね。技術としても面白い。著者山田先生の作家として持論を感じるやりとりもあり、文芸作家のみならず、漫画作家にとっても入門書といえる内容、作家、創作に、興味のある方はぜひ手に取ってほしい作品です。うん。いや、これほんとね、あとあれが良かった。典型っつって、ひらめく瞬間の気持ちよさってすげえ書くの難しいと思うんだけど、それしっかり書けてて読んで気持ちよかったっす。ユリーカって言ってた。いいよね。ユリーカっていいよね。あ、そう、あとね、面白いなと思った。なんかいろいろ面白かったなと思った。小説とか文系のことが分かってないから構成と文体なんだっていうのが漫画と全く同じなんだなと思って。漫画の場合構成と演出僕は言ってるんだけど、うん、この二つでできてるっていうのは、やっぱ文芸も変わらないんだなっていうのが面白かったな。そう。逆に、俺は小説から漫画入ったんで、演出が大事ってことにだいぶ気づかなくて。なるほど。で、漫画って演出すごい大事じゃないですか。で、気づいた後に、そういえば今まで文体という名の演出やってたんだなってこと気づきましたね、ずっと。気づきました。ね、鏡先生の文体かかんぷんって。さあ、じゃあ決めてもらいますか。決めてもらいますか。何かを作っていく系で、かつ周りのキャラが強いと、主人公の動機は弱くても成り立つ。そう。まず動機にはそもそも共感と興味もある。で、共感性ができないんだったら興味の方で作っていくことだってできるんだぞ。そして、さらに言うと、強キャラを出しておくっていうのは、その点においても、作りやすい。ちょっと一瞬いい？はい。あの、今のね、感じだと、後藤先生勝ちそうなんで。ちょっと荒いとくと、共感と興味っていうですね、二大分類をしたところが非常に強いと思うんですけど、はい、しかし俺は、より具体的に、天地創造デザイン部の例を挙げて、はい、こういう状況だったら、こういう動機の薄さがあり得るというですね、より具体性を、深めたという点をですね、アピールしておきたい。より巧みな抽象化に成功している。確かに。俺はより具体性を出した。天地創造デザイン部もなんで成立するかといったら、天地創造デザイン部はどんな動物が生まれるんだろうってやっぱり興味の方なんですよ。やはり、動機の方、動機には2種類あり、具体性を出すんだったら天地創造デザイン部もどんな動物できるんだろうなという興味で作られてますよね。はい、じゃあ俺が勝ったと思う人は、はい、うん、あれあれおあれおめえあれドロードロー勝ちを確信してたちょっと負けたからと思ってた。今回どうじゃない？わかんないけど。そうなんですね。勝ちきれない。じゃあなぜドローなのか。なぜドローなのか。いや、今回は、多分、なんか私はいつもこういうこと言っちゃうんですけど、やはり、今回はですね、お二人とも主人公の動機のところに着目したプレゼンだったと思うんですけど、おそらく二人とも創作、何かを作るみたいなところと、川口先生が具体性を出し、で、後藤先生がその、何かを作るっていうので、興味を引いているんだというところで抽象化に持っていたと。いうところだと思うんですね。で、多分なんですけど、私は勝手にこれに時代感を感じており、この作品に。で、今って、多分、何かをやりたいとか作りたいとかがめちゃめちゃもてはやされている時代だと思うんですよね。なるほど。なおかつ、だからみんなそれをやりたいんですよ。でも、
それをやりきらない普通の人っていうのがおそらくいる。ていうか、そういう人たちの方が大半。うん、で、この主人公はおそらくその普通の人なんです。なるほど。でも、その普通の人がうっすらやりたいと思っていることを、に引き出してくれる。そう。で、周りに助けられながら、引き込まれていくっていうところで、主人公の薄さ、動機の薄さは大事になってくると思うんです。ああ普通の人だから。湯本さんの勝ちでは。これは。確かに時代感だ、これ、うん。っていうところで、多分、お二人とも、なんか、着物付けしたところの一緒だったのかなって、アプローチの仕方が違うけど、っていうところで、今回。そうだよこれ、うん、今のねメディア誰でも発表できる時代だもん。年単価で一人一作作る時代だからねって言ってる。あとはスタッフに言っていただいた。そうだよね、なろうも学園もある時代だもんな。どうだい、もう納得した。じゃあ、もう湯本に勝つ対決にしていく。二人の力は。なかなかね、俺たちね、敵が多いんですよね。時々東西さんに僕から支えたりとか。じゃあ今日は、一応まあ、取ろうということで。興味共感の話、ちょっとさ、もうちょっと余談の話してもいい、うん、はいはい。僕ね、これもうほんと最近、もうこれって何なんだろうと思って、生命活動の話なのかなっていうところまで頭が、命とはみたいな話が頭の中でずっと考えてて、うん、これ、興味とか共感って何なんだろうなと思った時に、ふとアメーバみたいな存在がね、頭の中に向かんでて、アメーバとか生き残るためには何かご飯食べなくちゃいけないじゃないですか。外に向かって興味を持って何かこう手に入れたいって思う。なんかそれが興味じゃないですか、うん、でさらにそれを自分の中に取り込んで咀嚼するっていうのが共感じゃないですか、うん、でだからもう本当生命活動の根源がこの興味と共感にはあるんじゃないかなっていうのを考えてて、うん、でもう一個あるのが排出だよなと思ってて、うん、プリって出すじゃないですか結局、うんうんうん、それは一体人間の感情でいう何なんだろうみたいな忘却みたいなものなのか何なのか、これもう一個ぐらいなんかありそうだなっていうのがちょっと最近の僕の頭の中にある何か何だろうね、なんかあるかもしれない。もう一個それを突き止めたら、うん、もう一個読者を読ませ続ける力が何か見える、うん、かもしれない。興味共感だね、手を伸ばして取り入れてそして捨てる、その捨てるにもう全然着目してないんだけど今でも普通に考えるとカタルシスだと思うんですけど、うん、でもそれは導入じゃなくて一通り得たと思うんですからね、うんうんうん、ちょっと面白そうでしょうか。アウトプットとアクションとは違うんですか。感情の一種だと思うんだよな、うん、だからここがどういう風に作用していくのかちょっとまだ僕も考え中なんだけど、うん、なんか一個あるかな。なんかちょうどねやっぱり物語の作りとかね考えているとそういうことに思いを馳せますよ。余談つながりで言うと、うん、今ちょうど漫画美術研究会で議論している、うんうんうん、読んでて辛い話あるじゃないですか、はい、なんかいじめの話とかで、うん、あ辛いな、なんかかわいそうだなと思いながらずっと読むじゃないですか、うん、あれが何なのかも知りたいんですけどね。共感は共感なんですけど嫌な共感じゃないですか、うん、でなんかそういう嫌なネガティブな気持ちを続けられる、押し付けられ続けるたいっていう感覚もあって、それその排出となんか近いのがあるのかなみたいな、まあ、あとさっきの話にちょっとこじつけちゃうと興味はあるよね、この人たちどうなっていくんだろうっていう興味なのかな。でもなんかね、そうなんですよ、ちょっとそれだけじゃない推進力があるよね。確かに排出はあり得るかもしれない、なんか関わってるかもしれない。なんか嫌な感覚をずっと求めてしまうみたいなのあるんですけどね。あとあの怒りとかも結構あるじゃないですか。例えばツイッターとかでクソリプ飛んできて、うん、怒りを覚えてプリプリするじゃないですか、うん、であの多分怒りがですね多分麻薬なんですよ、ね、あ、うん、あれに怒るのはなんか正義感とかじゃなくて多分気持ちいいんですよ。怒りたいというのがどこかにあると。そうなんです、タラレバさんも言ってましたよね、うんうん、そういうのはすぐミュートしてブロックした方がいいみたいな感じでそれに応えたくなるけどそれはまだだみたいな、ね、うん、正義感というものとか何かというただの欲求だと、うんね、なんかそのなんか嫌な気持ちにさせられるとか怒りを覚えるとかも何らかのですね麻薬弾だと思うんですよね。そして多分作品上の力もあるんですよ。引き続き考えたいですね、はい、というわけで引き続き考えたいなっていう人はですね、この
画面右下に登録ボタンがあるので、ぜひ登録してほしいのと、漫画技術研究会に一緒に入って、いろいろ研究していこうじゃないかと。やっていきましょう。やっていきましょう。よし。以上でーす。じゃあまた。今日も勝てなかった。俺はちょっと負けだと思ったから、ちょっと嬉しかった。じゃあまたねー。またねー。